お疲れ様です。日経新聞の記事にものすごく興味深いことが書いてあるんですよ。ちょっと奇妙だなと思いますんで、えー、ちょっとこの動画をね、最後までご覧いただきたいと思うんですけども、確かに日経新聞で書いてますよね。で、その前っていうのは、この Facebook のリンクなんですよ。Facebook を見てると、こういうふうな、それっぽいのがあるんで、クリックしてみたんですよね。で、すでに302人の方が反応してるみたいです。で、クリックすると、 日経新聞で書いてあるんですけども、URL がどうも日経新聞っぽくないので、これは日経新聞の方に、あとでね、電話をすれば確かめられると思いますので、電話をしてみようかなと思います。で、どういう内容かっていうと、孫正義さんがね、ソフトバンクを使って、バイティコードスというね、プロジェクトを開始したんだよってことなんですよ。で、ここにも、なんか朝日新聞とか、読売新聞とか、ジジコムとかね、 えー、いざとか、現代とか、日経とかって書いてあるでしょ。それっぽいでしょ、これ。で、孫正義さんがこういう取材に応じて、なんかプロジェクトをちゃんと進めてますよってことをやってそうな雰囲気なんですよ。で、右側にはそれで儲けた人の、なんか実績が出てるんですけども、どうも嘘っぽいんですよね。どうも嘘っぽいっていう、この嗅覚が大事ですよ。え、孫正義さんがそんなことやってんのって飛びついちゃダメですよ。まあ、読んでみるとね、なんか3万円を、孫正義さんがプロジェクトしている、 なんかバイティーコードスっていうところに入金すると、それが勝手にお金が増えて、ですね億万長者に3、4ヶ月以内に誰もが億万長者になれる、新しい仮想通貨プラットフォームだっていうわけですよ、嘘っぽいですよね、でバイティーコードスってのをクリックしたら、多分登録フォームに入ってで、3万円入金しろみたいなことになると思うんですよ、いや、嘘っぽいですね、そう正義さんがあたかもね、これ、勝手に使ってるんだと思いますよ、この画像も。いや、嘘でしょ、これは、嘘だと思いますよ、でも見た瞬間に嘘って分かんないといけないんですよ、こんなのは。 でこういうふうに日経新聞の記事のように書かれてますけどもこんなのいくらでも作ることができるじゃないですか嘘っぽい嘘っぽいいやこれをね飛びつく人はかわいそうな人ですよ永遠に詐欺に引っかかり続けますよ孫正義っていう名前を使って勝手にサイトを作ることなんて誰でもできるわけですからねシステムは本当に機能しますかその質問に答える最善の方法は孫正義の言及を本当だろうか確かめるために実際に試してみることでしたねあたかも この記事を書いた人がやったみたみいなな感じになってるでしょ。やってないからこれいや嘘っぽいこれはねこうやって登録方法も書いてあるでしょお試しくださいとかねで結局そのビットコインを孫正義さんが拒否を投じてね買ってそれを基金にしてこういったあのビジネスっていうか誰でもお金持ちになれるような仕組みを作ったっていうんですけどもじゃあその原資どっから来るんだって話じゃないですか単純に。 こんなの嘘ばっかりですからね。嘘だろ、これは。ね。試しにちょっと別のタグを押してみましょうか。まあ、金融とか言ってみましょうか。何これ。全然わけのわからないところ飛んできました。ほら、やっぱりインチキなサイズですよ、これ。日経新聞でもなんでもない。電話して確かめようと思ったけど、電話する価値もないですね、これはね。オピニオンってこうしたらほら。ね。だから確かめないでしょ。これで飛びついちゃう人。すぐにリンクで、一刻も早くお金し、側近だとかいう人はすぐこれ押しちゃうでしょ。 だから側近ビジネスなんての求めちゃダメなんですよセンスがある人だけで側近ビジネスできんのオピニオンとかクリックしましょうかなんか同じとこ飛ぶじゃないですかこれね登録画面飛ぶじゃないですかインチキサイトでしょこれは気をつけてくださいよ日経新聞とかクリックしましょうか何だこれやっぱりここに飛ぶじゃないかねこの人はモデルさんでしょクリックしてみましょうか画面をあいまたこん飛んだインチキ臭いなじゃあちょっとね このぐらいは皆さんやってくださいよってことなんですけどもバイティーコードスっていうので検索すると何が出てくるかってことですよこんなのが出てきましたはいえーとフェイスブックの偽広告に日本経済新聞風のソフトバンク最新プラットフォーム詐欺サイト登場ということでまさにこれじゃないか <laughs> いやこのぐらいは防衛してくださいよこのこんな簡単なことぐらいやってくださいよこれをせずに今私がやってることをせずに飛びついて3万円を投じてね 3万円ぐららいいいいだったらいいかじゃないんですよ仕掛ける方はこれを1億人ぐらいに、あのー、マーケットでまいてるわけですからね悔しいじゃないですかそういうなんか詐欺サイトを作った人がね板を簡単に儲けちゃってもう、まあ、はっきり言いますけどバカを騙してるわけですよこれねだから詐欺にかかる人ってこんな簡単なことですら確かめないわけでしょんなんぼでも確かめる手段あるのにやらないわけでしょ、うんどうインチキにかかってもしょうがないですよだからそういう人はまあひどい言い方しましたけどもあの、うん ぐさっと来たらねやっぱり改めた方がいいですこんなね孫正恵さんが言ったっていうことが書いてあるだけなんでじゃあソフトバンクに電話して確かめることぐらいできるじゃないですか日経新聞にこんな記事が出ていたんだけどって確かめることできるじゃないですか電話かければ通じますよそのぐらいの防衛策は貼りましょうで電話しないんだったら検索してみるとか試しにいろんなボタンを押してみるとかそのぐらいはやった方がいいと思いますそれじゃあ以上ですここににには絶対に申しし込まないいようにしてください